つい、これはね、私間違った、これは天野が乗って二つに割れたお船じゃなくて、これ天野 の, あの漁船、天野が作ったお船で、これでパナマじゃないコスタリカの海をこうマグロを取りながら、でマグロをコスタリカの市民たちに食べるのを教えたのは天野なんですって。のお腹なんか食べなかった人たちだそうです。それであのコスタリカだけじゃ足りなくて、エクアドルの方にもこうマグロを取りにね来たんですけれども、あの許可のない線のところまで入ってくるでしょと、たまには、うん、そうするともうさっと逃げるんですって。すごくいいお船だったんですって、あの当時2隻日本で作ったんですよ、清水丸、うん、その人の作った人のお話がそこにある、息子さんが書いてる、うん、ですからそうやって逃げてもし向こうの警官の車がこうなんかこう知らせるとパーッと逃げて帰ってきたんだそうです。